茨城県道百一号イタコサワ線茨城県、イタ市延べ方千葉県道百一号イタコ、サワ線千葉県、香取市中洲茨城県道、千葉県道百一号イタコサワ線は、茨城県イタコ市と千葉県、香取市を結ぶ、一般県道である。イタ市の国道を十一号より分岐して、イタ市街地を経て、香取市へと至る、日本国内有数の水橋と呼ばれるイタ サーラの、両地区を結ぶ路線。途中、東関東自動車道の板子インターチェンジに接し、路線の一部区間は、板子インターチェンジから国道51号を経て、鹿島神宮や茨城県立鹿島サッカースタジアムの、ある、鹿島市街地方面を結ぶ最短ルートにもなっており、沿線に、道の駅板子がある。百五十九年十月十四日、新たな県道として、 茨城県行方郡板子町大技、板子を起点とし、千葉県佐原市を終点とする区間を本路線とする、県道板子佐原線として、茨城県が、県道路線認定した。1995年に整理番号101となり、現在に至る。2002年の FIFA ワールドカップ会場として、鹿島サッカースタジアムでの開催が決定すると、板子インターチェンジから、 サッカースタジアムへのインフラ整備のため、九百九十八年から二千二年にかけて、国道五十一号鹿島バイパスとともに、須崎交差点イタコインターチェンジ間の道路整備が行われ、この時に、道の駅イタコも設置された。道路法の規定に基づき、茨城県内のイタコ市、須崎イタコ市福島間と、イタコ市、イタコ同市大ス間を呼び、イタコ市、イタコ道間は、 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。板港を橋通過する区間は、水橋地帯で、田園風景が広がる。沿線は、利根川、日立利根川、前川、与田浦をはじめとする川や湖障が至るところに見られ、これらを縫うように道路が伸びる。 5月から6月頃のあやめの開花時期は観光で賑わう。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。ありがとうございます。